皆さんこんにちは、フォーゲーマーのるちです。どうもコウスケです。よろしくお願いします。さあ、ということで今回もサモンズボードやっていきたいと思います。はい、はい、ということでコウスケなんですけども、うん、8.5 周年アニバーサリー記念ということで、はい、もうね、そんなことよりね、はい、髪切りたい。あ、すごいね。もう今さ、すごいの、もう3ヶ月ぐらいさ、切ってないんだけど、要は髪の毛とか落ちるじゃん、抜けて、はいはいはい、で僕、俺の布団が藍色なの、だから黒っぽいから目立つのよ、この金髪が、はいはいはい、犬でも飼ってんのかなってぐらい、本当髪の毛長くて落ちてるから。こいつ気づいてないでしょ、犬飼ってる。犬飼ってた俺の心の中に犬飼ってた、もしかして気づかない。イマジナリードッグがイマジナリードッグ、イマジナリードッグいるか、一人暮らししてると怖いわすいません、ちょっとよね、ちょっと余談でしたけど、はい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 、改めてアニバーサリーね、 8.5 周年、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。これももう本当にね、もうめちゃくちゃ熱いガチャなんで。そうだね、今回しかも割とこうなんていうのかな、やっぱアニバらしいガチャがやっぱこのタイミングで来たなっていう感じですね、うん、でもまあこうしてみると、うん、まあ、持ってないのはもちろん新キャラなんですけど、で割オラージュも持ってないかな、うん、で割とね持ってると思う俺。フィーリーもいるし、フィーリーよね、ノルギーも持ってるしぐらいかもしれない。ハザンもあったっけ。ハザンは持ってないかな。ハザン持ってない、そうだよ、俺ら両方見てない気がする。ハザンとこのロゼリー、ルゼリッタと、まあでもオラージュと、だから今ピックアップだから結構熱いよ俺から。そうだね、今のピックアップ、うん、つうわけで行きましょうか。一応見たこのピックアップ確率ね、ファミリアデリッシュ 0.8 黒ユリ、オラージュ。なるほどね、なるほどね、出るんじゃないですか。いや、なんかね、サモンズのあるあるなんだけど、うん、イベント今回さ、8.5 周年ハーフアニバ始まりましたって言って始まったじゃん、うん、でもあれってハーフアニバのドンピシャじゃなくて、なんつうんだ、前日誕というか、うん、助走みたいなシーンも含めて全体のイベントとしてカウントしちゃってるから、うん、その助走のタイミングってやっぱあんまりイベントが多くないんだよね、うんうん、ガチャもそうだしっていうタイミングで俺らわーいってやっちゃったから、なんか全然足りねえじゃんってなったけど、まあ本番、まあ、ガチャもそうですけど、うん、本番はこのタイミングっていう。確かに前回のマビノギオンの追加で全然来てないやんって言ってたけど、うん、めっちゃ来てるやん今すいませんでした。しかもあれですよ、そう忘れてた、これ引く前に1個だけ、俺らのね新キャラが来たんですよこれ。そうなんですよ、これ見てください、このね、あのブラッドソウルのほら後ろいる。一応俺らだと思ってます。一応まあ俺らなはずまさかのでも追加でね来ると思わなかったね。ねえ、あの4人もみたいなことしてはんで言ってたしね。なんで書いたんだ左が、俺ちょっと距離遠くて見えない。コウスケ何持ってるんですか。看板、いやでもけどこれでもあれだよ、あの関係ないんだ、先生が言ってたけどこれはなんかそれっぽい感じっぽい、あーって言ってたね、うん、あのない感じって言ってたから。え、俺の右下にある何、なんか売ってる俺。これね、あのね当たりくじをやってる、そういうキャラなんだよ。だからこれのダンジョン回ると、はいはいはい、当たりくじと外れくじっていうアイテムが出て、それでガチャ引けるみたいな。 あれじゃなかった交換じゃない、交換か、うん、交換でできるみたいなやつだから、はいはいはい、でそれを俺たちが売ってるっていう、はい、ちょっとなんか全然当たんねえじゃんってクレームはぜひあのこっちの、なんで俺なんだよ、丸っこい方にお願いしますここにもいるだろ、ここにも俺っち、俺っちいるから、この赤い方は俺っちだから、ね、はい、うん、でもこのね、ギャルの方には言わないでください。そうです、かわいいから。そうで、ギャルが誰か分からなくて、ただコウスケがギャル入れたいっていう要望を叶えてくれただけでまさかそれがニスカになるなんてね。なる、いや分かんない、それがニスカになったことか知らんけど、ニスカの新キャラでもいいんですよまあ来たけどな、この前よし、じゃあやっていこう、行きましょう。あ、ニスカ来たよね、この前に、ね、ニスカ来てましたね、来たっけな。はい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 、チュッ、お、出た、久しぶりに見た、脳みそ、脳みそさん、はいよ、いいんじゃない、うえっ、おーラージ、まあ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 、まあでもピックアップ来ましたね、まあまあまあ、ね、素晴らしい、やっぱ持ってなかった、一旦のラージ、一発目から来るってもういいんじゃない。いやでもこのもうわ何か分からなかった今、なんか俺見たことない絵柄来たからね、と思ったら、うん、あ、ちょっと、しかもあのね、普段よりちょっとディスプレイ小さいんですよ。そうだから俺らもね、じゃあこっち見ればいいのに、こうなっちゃう、いやすり抜けたね、いやおめでとう、 0.4% なんか割とこっち側出てるよね。でもね、そうね、いやでも俺ぶっちゃけこの2人でいた時俺めちゃくちゃ可愛いって言ってたから、うん、嬉しい
しかも結構使うのよ俺この2人。確かにね、うん、よかった、おめでとう。まさかの一発目で、しかも2体引いちゃった。でもちょお祭りだから今回ちょっと引き切るわ。そうやな、うん、そうやな。でもピックアップは来てないし、うん、ということでちょっと継続して引きます。あともうずっと言ってるけどさ、もう演出意味ないな、やっぱ、うん、ちゃんとバーンの時に当たる時もあるし、そう、。今だってバーンの当たったもあるし、バーンは当たってない時もあるからね。読み込みぐらい。読み込み一番信用ある、ね。読み込み説だ。一番信用なんだよ。いや読み込みだって絶対。おお見つけた。いや意味ねえから。あ怖い。怖い。おにゃんこぽん。おにゃんこぽんだ。いやロゼリッタの方がお前すごい、ロゼリッタの方が喜ぶ。気づかんかった。おにゃんこぽんだ。おにゃんこぽんじゃん、ついに来た。おにゃんこぽん、ついに会えた俺ら。いやでも前俺っち出なかった。いや俺出てない、出ないっけ。おにゃんこぽん、おにゃんこぽん出てない。来た、おにゃんこぽん。今日今回の動画当たりだな。大当たりですよ。でまだありますから行きます。ちゃんと俺しっかりとこで見てる、見えない。危ない危ない危ない、今日帰り道怖いわこれ。いやもう後ろ気をつける。後ろから俺なんかわかんない、何に投げつけられるんだろう。俺も後ろからこう足こうやって引っ掛けてあるから、うん、そうやって引っ掛けてる下にいるやん、下にいる前提やん。足でやれよそれ、なんでもう引きずられてる。ちょっとしていや素晴らしい、おめでとう。いやこれはさすがにもうステイだな。まあそうだ、ね、もうピックアップしていたしね。だってもういらないもん。だってあの次で破山を狙うぐらいしかないあそうだね。いやー素晴らしい。いややばいってこれ。いやこれやばい、これマリアも出てるし。これやばいよ。マリアも出てるもんね。M。いやすごい。いやでもこんくらいでも皆さんにお祭りだよっていうのを伝えたかった。うん、確かにね。確かに。うん。いや素晴らしい。いやーでもおにゃんこぽんがでかいわ。いやおにゃんこぽんであんな喜んじゃダメよ。だってデリッシュもロゼリットも出てるのに。確かにね。いや素晴らしい。いや素晴らしかった。ありがとうございます。はい、そんな感じですね、はい、今 8.5 周年。 8.5 周年だって。いやなんかさ、しれっと言ったけど 8.5 周年って。そうだよ。だって 8.5 でしょ今、うん、ってことはあと 91.5 年やったら100年だよ。もうバカな計算。小学生が計算してるの。ちょっと長いか、うん、長い。1.5 周年で まずは10年ぐらいなんで、はい、あっという間に来ちゃいそうな気しますけど。そうね。いや本当に今後も楽しみにしたいなと思います、はい、あの他にもイベント目白押しなんでね。そうですね。あと今基本的に毎日あのログインしたらあのペンダンジョンとか他のなんかいろんなダンジョン来てて、うん、石もらえます。であと配布というかね、ログインだけでもらえるのもあったりします。そう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 、ぜひ。であと9時のねイベントも来てるんで。ああそう、交換状、これ一応見てみようか、交換状。イベントですか、ね、イベントかな。あ、これだ、くじで、はい、でも当たりくじと外れくじみたいなのがあって、うん、当たりくじだとデカラッペンとかもらえるんだ。デカペンプラス石ですね。で、特賞でもで当たりくじだと光結晶もらえて、はい、外れくじもあるのよ。だからもうガンガン回せと、とにかくね。そうね、そのダンジョンをこう周回してめちゃくちゃあるじゃん。種類はあるね。でもそれフォークだ、外れくじはフォーク。それでも回数外れくじはないのか。あといくつ？あ、残り1だ。残り1。基本残り1だ。基本的に外れくじがめっちゃ出ると思うから。一番下に多分なんかありそうだね。その何でも交換できます。これでも終わりじゃない？桜の花だ。これだ。本当だ。JP ガチャ。そうだね。これで終わりだ。そこが多分無限に交換できますよ、もうそれ。ね。なんでぜひとも皆さん回してください。まあね、とりあえずスタミナがあればずっと回れる。でね、さっきやった感じ全然あの簡単な男女なんで。そうだね、難度高くないと思います。うん。うん、あのブラッド、本当のブラッドソウルは結構難しいんですけど。確かにあっちが難しかったな。けどあのこっちのブラッドソウルはそんなに難しくないと思うんで、オート周回しやすい。はい、ぜひともプレイしてみてください。はい、といった感じで今回の動画は以上となります、はい、それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。